暑いですね。これはやばい。なかなかですね。山の国入り口みたいないいとこですね。全体的になんか木が綺麗。そうですね、今回は静岡県周知郡の一宮奥国神社に来ました。近くは川も流れてますね。なんか土産物屋さんも充実していて、まあ、ちょっとさすが一宮っていう、いや立派ですね。うわ雰囲気あるな。今回来た中で一番好きとかも。そうだね、やっぱ基本山沿いがやっぱいいね。東都海国って俺初めて聞いた。ここは直視参道っていうみたいですね。手水のこれ、あんま聞き慣れないとこですね。結構なんか独自の文化が感じられますね。わ綺麗だな。あれはまあ弁財天なんですかね。どうなんですかね。ちょっと行ってみます。この橋はちょっと怪しい。怪しいね。現代アート的に。まあね。あでも宗像社、あまあやっぱりね、まあ三姉妹弁天さんですね。まあまあ池にあるのはね絶対そう。でもあっちはなんか逆になんだって感じですね。八王子社、なるほどね。この山も古い歴史を感じますね。なんかまたなんかあんまり他では見ない独自の場所がありますね。なんかこれちょっとこの怪しい感じ。これ独自ですね。なんかこの先がこういう止まってるってあんまり見ないですよね。まあなんか神輿が出発する的なとこですよね。まあそうですね、大名無事が祀られてるんで、まあ出雲系ってことですね。一宮がまとめて祀られてるところがあるね。半端ねえ御神木が。これはでかい。いやいやもうよくわかります、でかさが。すごいね。さあ、由比本殿に近づいてまいりましたね。なんか独特ですね、やっぱ。もうなんか立派な能舞台が。なんか今までなんかこんな感じでっていうのを見たことあたりの神社は結構鈴スタイルなんですよね。鐘じゃなくて珍しい。本殿の塀と屋根がちょっと見えますけどね。雰囲気あるな。なんかあっちの森がちょっと怪しい気がしてるんですよ俺。ほらちょっとこっち怪しいよ。ほらなんか本殿の方に行けるそうなんだよね。
おお、子らが戯れておるわ。荒れてますよ。裏になんか山があるらしいんだよね、本宮山っていう。でそこになんか神が降り立って、でそっから神社になったみたいな。山どれだって感じもするけどね。森越しに見える本殿がいいですね。入っていけないですわ、やっぱ柵が。でもここになんかもうこれが御神体なんじゃないかバリのすげえ木があるけどね。これまたでかいですよ。御神木っていうのが柵でかい。神木、まあなんか神域みたいな感じで森になってんだね。あーちょうどいい、危ねえ。ちょうどいい、これ超約束。冷たすぎず、お腹の方に向いてますね。鼻ついてきましたね。いや、泳ぎてえな今、非常に。なんか木の入り方もすげえ綺麗。なんか白っぽい、なんか木がこう充満してるような、なんかイメージが。ここはなかなか。無事参拝もできたので、ちょっとグッズチェック。イチジクとか珍しいね。珍しい。玄米茶とかだし。団子も新しいな、クラウンメロン。これ何に美味しいんですよ。あー、なるほど。どうですか。あ、じゃあちょっとお茶豆、お茶豆、お茶豆だわ。結構渋いな。なるほど。グッズ頑張ってますね。すごいですね。ティラミスアイス気になる。なかなかそういうの好きですね。洋菓子派なんで。なんかいい感じ。いや、それ正解ですよ。これちょっといい。うん、あ、うまい。うん、いい。東都海国一宮小国神社、すごいいい場所でしたね。グッズも充実してるんで、ぜひ参拝してみてください。